こんにちは、神田です。 J2 リーグ第39節山形新潟戦、結果は1対1のドローという、まあホームの山形の勢いに押し込まれる形となり、まあ、先制点を許してしまったんですけども、まあ、残り5分で谷口選手のゴールが決まり、なんとか引き分けに持ち込むことができたなと、まあ、勝ち点ね、1奪えたことは非常に良かったと思います。まあ、負けなかったことが良かったんじゃないのかなと思うような試合展開だったなと思います。山形は U-21 の日本代表に招集されていた半田陸選手が今節戻ってきて、今シーズンベストメンバーがこの新潟戦にスタメンで出場してきたなと思います。まあ、怪我人も多かった中でリーグ終盤戦になって戻ってきていたので、ベンチを含めてほぼベストメンバーだったんじゃないのかなと神田を見ていて思いました。で、新潟はセンターバックのところを高見選手、早川選手のコンビに変えてきていて、4ヶ月ちょっとぶりですかね、篠塚選手がスタメン出場。まあ、連勝中でもアウェー戦ということもあり、メンバーを変えてきたのかなと。まあ、久しぶりの鈴木選手、篠塚選手がスタメン出場なので、まあ、この2人がどれだけ活躍していくのか、まあ、期待して見ていました。試合開始は山形がパワーを持ってハイプレス、新潟のボール保持者に対してしっかりねプレスをかけに来ていたなと思います。ですけども新潟はサイドからこう内側にグッと入ってきた時に、そこから新潟の選手が離れるのではなく、あえて寄っていく、ゴール前に4人5人と集結していたなと。中央突破、中央を割って入っていこうという意識、狙いがあったと思います。山形の場合は中に入ってきた時に逆に離れていく、サイドの選手がワイドで待ち構えていたりしていたので、まあ、その辺が新潟と山形の攻撃の違いなのかなと思って見ていました。前半15分までは水戸選手が中に入ってきて、まあ、プレーをするっていうことを意識的にやっていて、まあ、中で攻撃に絡んでいくことができていて、新潟はまあ、2回もしくは3回ぐらいねチャンスを作れていたなと。まあ、水戸選手が攻撃に絡んでいくとチャンスがね訪れるなと思って見ていて思いました。で、新潟はやっぱり両サイドの選手が中に入っていくことで前向きの選手が何人もね増えていくなと思います。ゴールに向かったパワーを持った選手が気づけばライン間の間に立っている、いい姿勢、前向きの姿勢でボールを受けることができる、それが新潟のゴール前での攻撃のデザインされていた部分なのかなと思います。まあ、新潟はいい攻撃ができているときは鈴木選手が中盤まで落ちてきて、山形の2センターバックの1枚を食いつかせて、その時に篠塚選手が背後を取りに行くような動きをしていたので、まあ、その辺の部分でスムーズに試合開始は攻撃できていたと思います。山形としては両ボランチと山田選手がどこの立ち位置、ポジションを取っていくのか、3人が流動的に動いて新潟のマークをずらしていこうという狙いをしていたと思います。で、山形の山田選手がトップ下のポジションに入ってきているんですけども、多分ね落ちていく距離が長かったと思います。この新潟戦、それだけ自分でボールを触って攻撃の形を作っていきたいという意識があったと思います。その代わりにボランチの藤田選手、南選手がトップ下のポジションに入っていくので、新潟はそこのマーク、守備の部分が徐々にねこううまくいかなかったのかなと思います。で、前半25分過ぎから新潟が押し込まれるようになったのは、今まで新潟と対戦してきたチームは新潟のプレッシャーに対して外側もしくは横パス、バックパスが多くねなっていたと思うんですよね。山形は南選手、藤田選手、山田選手が外側からでも縦パスをどんどん入れてきていた。なので縦パスを通されてディフェンスラインの背後もしくはライン間の間でボールを受けられたくない新潟としては、どうしても中盤ディフェンスラインが下がってしまって後ろが重たくなっていたと思います。
新潟はどうしてもね全体が下がってしまうからセカンドボールを拾えない、山形の攻撃を止めることができない、まあそういったねことが起きていたと思います。山形の選手たちが新潟のゴール方向へしっかりとねボールを動かしているから、どうしても新潟としては足が止まってしまって全体でプレッシングがいけない、プレッシャーがいけない状況になっていたと思います。ボールの取りどころがない状態になっていたのかなと見ていて思いました。そういう感じで試合を見ていたら、まあ、コーナーキックのこぼれ球を山形の選手に拾われて、国分選手がファーサイドにロングボールを入れていく、サイドバックの松本選手が頭で折り返した際にリサロ選手が決めてしまうという、まあ、決められたと言ったらいいのかな。その松本選手の折り返したボールを山田選手が少し触っているんですよね。まあ、山田選手がわざと触っていたのかはわからないんですけども、それで新潟の守備陣の反応が一歩遅れてしまったのかなと見ていて思いました。まあ、前半は試合開始は新潟らしさ、テンポのいい縦パス、パスからいい攻撃ができていたと思います。山形がそれに対してすぐに対応してきて、山田選手が長い距離落ちていくことでビルドアップから攻撃を組み立て始めてから完全に山形のペースになっていったなと思います。山形はしっかりボールを保持しながらライン間の間にボールを入れていき、そして幅を使った攻撃をしていたなと思います。その使い分けがうまくできていて、それが先制点につながったと思います。新潟としてはライン間の間にボールを入れてきたり、幅を使った攻撃に対しての守備がなかなかね対応できずにうまくできず、まあ、そこから失点をしてしまったなと見ていて思いました。新潟はその流れを打開したくて、後半小見選手、谷口選手を投入してきたんだと思います。ですけども後半も山形がシンプルに新潟のボール保持者に対してプレッシャープレッシングをかけてくるので、新潟はかなりね嫌がっていたと思います。新潟としてはセンターバックがねボールを持ち運んだり角度を変えたりという工夫がもうちょっとねしても良かったんじゃないのかなと見ていて思いました。で後半10分のね谷口選手のニアサイドへのシュートが惜しくも外れましたが、伊藤選手がドリブルのスピードを上げて谷口選手へのスルーパス、出すタイミングもドンピシャだったんですけども、サイドネットにシュートが外れてしまうという、まあ、前半には作れなかった攻撃のシーンが少しずつ作れていったと思います。新潟は伊藤選手にボールが入るようになって、そこから伊藤選手のプレー精度が上がって、質のいいドリブル、質のいいパスが出てくるようになって、攻撃はリズムがね作れていたと思います。ですけども山形の足が動かなくなった、まあ、止まってきた部分もあったと思うんですよね。まあ、そのせいで山形の選手同士の間が少し空くようになって、伊藤選手がその間でボールを受けれるようになったことも、まあ、新潟の攻撃ができるようになった部分じゃないのかなと思います。あとは小見選手がね出場してきたことで、小見選手がタッチラインギリギリに立ち位置を取ってポジションを取っていたので、まあ、それもあって伊藤選手の周りにスペースができていたのかなと、神田は見ていて思いました。で、そこから攻撃するんですけども、なかなかゴールを奪えない展開でしたけども、残り5分になったところで堀米選手から甲選手にパスを出していく、甲選手がワンタッチで谷口選手へパスを出す、谷口選手から上がってきた堀米選手にパスを落として、再び谷口選手がパスを受けて、まあ、回転、反転しながらね、シュートを打ったんですけども、まあ、よくね、シュート決めたなと思います。ゴールのね、位置、キーパーの位置をね、多分ね、一度も見てなかったと思うんですよね。まあ谷口選手らしいゴールと言ったらいいんでしょうかね。まあそこが本当にね、決まったおかげで、まあ新潟はねなんとか同点に追いつくことができた。まあこの辺は次の動画で詳しく触れていこうと思います。まあ試合を振り返って見応えあるダービー戦だったと思います。山形の守備の仕方が変わっていたのかなと思います。新潟のボール保持者に対してより厳しく、より激しく来ていたなと。
それに対して新潟がいつもみたいに縦パス、くさびのパスが通すことができなくて、まあ、蹴らされていたなという印象。山形が新潟の選手に対して激しくね、来る分、それがね、一度ではなく、二度、三度と激しくプレッシャー、プレッシング来ていたので、新潟らしい攻撃の形が作れていなかったなと思います。まあ、新潟としては、ビルドアップのところで、山形のプレッシャーの圧力を強く感じていたのは間違いないと思います。なので、安全というか、リスクをかけずに、まあ、横パス、縦のくさびを入れることができず、まあ、バックパスがね、多かったのかなと思います。まあ、局面を打開するために、もう少し大胆にビルドアップ、縦パス、くさびのパスを入れていってもよかったんじゃないのかなと、改めて試合を見て思いました。まあ、それが次戦に向けての課題になってくるんじゃないのかなと、神田は見ていて思いました。負けなかったこと、勝ち点1でも上積みできたことで、まあ、課題がね、見えたことは良かったと思うんですよね。まあ、どうしても、厳しく来る、激しく来るチームに対して、新潟はどういう立ち位置、ポジションを取って、ビルドアップを進めていくのか。まあ、ここはね、次節までにしっかり修正していけば、次の仙台戦は必ず勝ち点3を奪えるんじゃないのかなと、神田は見ていて思いました。また次の動画で、まあ、詳しく、この山形戦を分析していきたいと思いますので、よかったらそちらの動画を見てください。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それでは、また。